どうも、友人チャンネルのみやちゃんです。今回もグローブ関係の動画をお届けしていきたいと思います。はい、今回のグローブは、ですね、はい、こちらのグローブになります。ビューリーグの公式用って言ってたかな？僕の職場にですね、ちょっと詳しくは言えないんですけども、北北海道大会、準優勝投手の、ピッチャーがいまして、その子からお借りしたグローブですね。結構僕の世代とかだと、結構たまらない一品なんですけども、青ビューですね。青ビューで、ピッチャー用のタイプになっております。補給面とかのロゴが全部、もう消えちゃってるんで、なんていうシリーズかっていうのはちょっとわからないんですけども、こちらのグローブですね。紐を全部交換してほしいっていうふうに言われたのと、グリスも、全然何もやってないっていうふうなことだったので、そちらも補充をしていってあげようと思います。ただダメージは、まあほぼほぼなくてですね、まあ綺麗なもんだなと思いますね。やっぱり色あせは黒なので目立ちますんで、こちらも合わせて、お手入れもしてあげていければいいかなと思っています。カメラだと見づらいかもしれないですけども、なかなかちょっとね、艶が落ちて、毛羽立っているような感じはしますんで、こちらも直していけたらと思います。はい、ではまず簡単にちょっと汚れをブラシで落としていきます。はい、まあ、あまり見た目的にはわからないですが、まあちょっとね、砂ぼこりみたいなのがくっついてましたんで、まあ大体落としました。で、これ、紐をすべて切ります。はい、ほどき終わりました。やってる途中からですね、もう砂の音がすごかったので、グローブって実はオイルとかで重くなるんじゃなくて、泥や砂の積み重ねで重くなることの方が断然多かったりするんですよ。親指の芯を抜きます。あ、そんなんでもなかったな。今度は小指側ですね。あー、小指側の方がすごい。まあ、見えないと思いますけど、グリスが確かにふっからかんですね。あ、これは多分その指の中に入ってるような。あ、そうだ、おお、グローブの中ってこういう指袋と呼ばれる、袋、まあ、要はここから手入れた時に、袋になってるんですっていうのが裏側側から。では、まずですね、この皮をきれいにお手入れをした状態で紐を交換していきます。はい、黒のカラーオイルで軽く着色していきます。はい、おお、すげえな、色がちゃんと色ついてるな。色ちゃんと乗ってますね。はい、まずは背面が終了しました。ちょっと比較用にですね、掛け紐を全くやらなかったんですけども、まあこんな差がありますね。結構ちゃんと色つきましたね。はい、今度こっちですね。あ、もう見ればわかるだろう、これ。こっちとこっちの色の差が出てますね。ではこれやっていきます。
本体は色入れ終わりました。で、ちょっと比較用にウェブまでやってないんですけども、ウェブがこんな感じなので、まあ、色の違いがわかるんじゃないでしょうか。はい。で、この後ウェブやっていきます。はい、ウェブも色入れ終わりました。では今度はグローブにグリスを入れていきます。はい、グリス入れました。これちょっとかけます。グリスも入れて、接着もしましたので、今度はグラブレースを通していきますが、グラブレースは、まあ、何色がいいかっていうふうに相談されたんですけども、まああのね、オリックスの山本由伸選手とか、黒に赤とか使ってるんで、ちょっと赤がいいんじゃないかっていうふうなことで、赤のレースに変えていきたいと思います。はい、では一番、長さを使うのが、ここの上の指先の部分、ここから始まって、指を通って、この指先の部分と、ウェブの部分が一番長さ的には使うところなので、先にですね、ウェブをやっていきます。とりあえず、レース交換自体はすべて終了しました。こんな感じですね。紐通ってちょっと硬くなってるんで、紐交換する前の状態に近づけるためにちょっと叩いていきます。まあ大体叩きましたので、仕上げですかね。ちょっと革をピカピカに磨いていきたいと思います。では、色ツヤを出していくので、使いますのは、ラナパー。そして、ブラシで磨き上げ。最後、ムートンで仕上げをしていきます。
7%つけたところとそうじゃないところの差がはっきりと出ますね。中にもしっかりオイル入れていきます。はい、一応ラナパーすべて、塗り終わりましたので、まあちょっとざっくりの部分ありますけども、裏側も含めて塗り終わりましたので、ちょっとですね浸透を待ちまして、しっかりとオイルが染み込み切ってからブラッシングをしていきたいと思います。まあだいたいね、染みは当たっていましたんで、ブラッシングをしていきたいと思います。はい、いい感じにへかってきました。最後ムートンで仕上げします。終わりました終わりました。こちらです。と言っても、19面はあんまりわからないので、こちら側の方が安いんじゃないかと思いますが、どうでしょう、このへかり具合、ちょっと照明に照らしておりますが、見た目なんかこう当時の新品物みたいな感じに見えなくもないような気がしますけども、どうでしょう、なかなかのテカリ具合じゃないでしょうか。いやー、やっぱり、昔の M マークの水の本当にいいものが多いですね。はい、非常に楽しませてもらいました。ということで今回はこちらの、ビューリーグのグラブレースを全交換プラスグリス交換を、やりました。またですね、なんかいいネタがありましたら随時、動画にしていきたいと思いますので、ぜひ次の動画もチェックしてください。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それでは失礼します。